はい、ちゅうことで、ほら、見てください。まだ燃えます。ちょっとですね、今ちょっと緊急動画回してるんですけど、巷で話題になった二郎系牛飯って知ってます？松屋が出したんですけど、ラーメン二郎っぽいような牛飯ですね。 X でものすごい話題になってて、どうやら全然美味しくないと。で、僕はそれを見てですね、美味しくないわけねえだろうと思って、僕松屋行ったんですよ。でもどこも売ってなくて、結局食べられてないんですけども、食べた人のレビューをよく見てたら、キャベツが生焼けだったりとか、しょっぱすぎるとか、いろんなご意見があったので、じゃあ俺が作ったろうと、ということで今回はですね、話題になった二郎系牛丼、料理研究家が作ったらどこまでうまくなるかっていうのを説明を踏まえてやっていきたいなっていうふうに思います。リュウジのバズレシピ。材料なんですが、まずは牛肉ですね。できれば海外産の切り落としで大丈夫です。はい、それと玉ねぎが 30g ぐらいですね。ニンニクが 10g ぐらいね。これで松屋風の牛飯を作ります。松屋って牛丼のアレンジっていうのは、全部牛飯を乗せてから上に乗っけるアレンジとかタレとかでやるものが多いんで、まず最初に牛飯を作るっていう工程を踏みます。そしてキャベツともやし、異常にあった方がうまいです。なんでですね、キャベツともやしは 100g ずつ用意します。もうこれぐらいの量でちょうどいいです。そしてご飯が 200g、 大盛りで食べたい人はね、250とか300とかでも全然大丈夫でございます。はい、他の調味料は概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。まあちょっとね、いつもお世話になってる松屋さんとちょっと乾杯をしたいなと思います。これらパンパンになったら大吉、入んなかったら大凶です。いきます。いやー、あ、中吉ですね。可もなく不可もなくですね。再現したところでね、松屋の需要は減りません。なんでかって言ったらね、行って数分で出てくんだよ、美味しい飯が。でも家族みんなで食べたいとか、家で食べたいっていう時は僕のレシピ使ってねってことでございます。アルシマシン。皆様は大吉でございます。なんでかって言ったら、最高に美味しい二郎系牛飯の作り方、これから披露します。あー、ということでやっていきたいと思います。じゃあまずね、野菜の方からいってみましょうか。で、こいつはこんな感じで、僕の場合は薄切りにしちゃいます。これぐらいかな、玉ねぎ。で、もうこれはね、小鍋に移しちゃいます。はい、玉ねぎ小鍋に移して、で、今度ニンニク、松屋行く人、はい、あ、何好き？カレーです。カレー？はい、食べたことない。めちゃくちゃうまいっすよ。そうなの？なんなら専門店行くより松屋のカレー食った方がうまいなって思います。ほんとかよ。はい、ほんとにうまいっすよ。めちゃくちゃスパイス効いてるんですよ。そうなんだ。はい、でも、エビス君はカレーが好きだって言ってたけど、多分そうなんだろうね。ね、ほんとにうまいっす。結構ファンいると思いますよ。そうなんだ。今度食べてみよう。また味噌汁ついてくるんで。カレーに味噌汁っていいんですか？でも無料でついてくるじゃないですか。ああ、まあ確かにね、松屋は。そう、松屋のね、いいところは無料の味噌汁なんだよね。あれだけはやめないでほしいね。はい、はい、で、ニンニク切れました。まあこいつはちょっと皿避けといて、最後に使います刻みニンニクですね。最後に乗っける刻みニンニクがこのかなりの味わいを占めるので、半中効かして、で、キャベツ、まあ、キャベツもまあこんな感じの、まあ、ちょっとザクッと千切りみたいな感じにします。キャベツともやし合わせてですね、これだけの 200g ですよ、野菜。結構マシマシだよね。そう、だからご飯もね、もしかしたら全然増しちゃっても全然平気だと。僕は 200g のポーション作っちゃってるんで、このままいきますけど、ね、結構ね、そのままいっちゃっていいと思う。で、切るのはこれだけなんで、煮ていきたいと思います。そしたらですね、牛丼を作っていきます。
これはね、結構簡単な牛丼として、これ牛丼自体でも結構美味しいんで、あのみんなあの覚えておいてくださいね。で、牛肉を入れます。牛肉は 100g ね、これちょっとたっぷりめに入れちゃいます。で、ここに醤油小さじ2半ですね。はい。で、みりんが小さじ5で、大さじ1と小さじ2だね。みりんで甘みをつけます。お水大さじ2杯。ちょっと水分足しますね。で、これあの重要なのがね、これ本出汁なんですね。あとこれだけで結構です。で、これを煮ていくと、沸いてから蓋をして煮ていくと、めちゃめちゃ美味しい牛めしになってしまうという。牛丼単体でも美味しく食べれるレシピですか？牛丼単体だと、もう少し醤油本だしみりんをかけ 1.3 倍ぐらいした方がいい。野菜に味をつけて乗っけるっていう部分で、ちょっとね、ここを調整してるんですよ。はい、ポカンと。で、これ弱中火にしていただいて、まあ、数分煮ます。柔らかくなるの5分。じゃあ5分ってかけるっていう感じだね。蓋開けて煮てしまうと、水分がどん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 、こう蒸発しちゃうんで。じゃあ、いや、人生で一番美味しい牛丼のトッピング、僕はネギ玉牛丼が出始めの頃。あー、ネギ玉牛丼うまいよな。あれめっちゃ感動しました。こんな食い物あるんだって。エコさんはチーズ牛丼ですかね。あれ食うんだ。それしか食べないです。俺は並盛りにフレンチドレッシング。へえ。美味しい。マジうまい。俺はもう若い頃紅生姜散らしてフレンチドレッシング、それがね、うまくてうまくて、それ以外食ってなかった。好きやね。卓上に置いてあるから、どれ、あの生野菜をバーかけて、うまいよ。はい、ちゅうことで、ほら見てください、こんな感じでいい感じの、ほらうまそうな牛丼でしょ。ほらうまそうな牛丼で、こいつはもう出来上がったんで、あの置いといて大丈夫です。次は上の野菜マシマシの部分もまた別調理します。はい、そしたらですね、ご飯を解凍しちゃいます。本当はね、でもね、松屋のやつちょっと背脂っぽいのが乗ってたんだよね。なかなか家ではないので、今回はラードで対応しようと思ってます。二郎のラーメンの場合はスープが濃いから、野菜にはそんなに味付けしなくても実は大丈夫なんですけど、牛丼の場合は野菜に味をつけておかないと、一緒に食べたらね、野菜の分だけ薄まっちゃうんですよ。だから野菜に味をつけるために、俺は炒めるっていう方式を取りました。ラードですね、ま、これは必ず、ま、俺のチャンネルもラードばっか出てくるんだけど、これはまあ大体大さじ1ちょい、大さじ1とちょいですね。ちょっとね、あの結構あの油っ気あっていいです。温めたら、ここにまずキャベツを入れます。キャベツの方がね、火が通りにくいんで、キャベツをまず入れる。もやしはね、いくらでも火が通るんで、後でだからそんなにやらなくて大丈夫です。まずはキャベツを炒めてください。炒めつってもそんな強火で炒めるわけじゃなくて、別にあの焦げ目なんかつかなくていいんで、はい。で、この状態で調味料入れちゃいます。大さじ1の醤油と小さじ2のみりんです。で、もう二郎には欠かせないうまみ調味料を1、2、3、4、5、6振りです。で、こいつに食べます。あ、いいね、いいね。で、ちょっと水分飛ばしながら絡めて、はい。で、こう絡めて、キャベツしなっとしてきますんで、このね、このね、醤油ダレを炒めながら絡ます、これが必要なんです。で、そして、これを見計らってもやし、もやしもざっくりと炒めて、はい。ラードが絡まったこの野菜たちは非常に、牛丼に合います。これ、あのね、200g の野菜だけど、これぐらいいっちゃっていい。てか、むしろこれだけ欲しいんだよね。はい、で、もやしも、結構しなっとなってきて、しなっとなってくる頃には、キャベツもしなっとなってくる。ちょっとしなっとさせて大丈夫です。パリパリじゃなくて大丈夫。はい、これぐらいですかね。そしたら、
丼を用意します。250とか言っても俺は全然いいと思う。でここに牛です。牛飯の牛を、まあ、これ濃いめがいい人はねタレ全部かけていただいてもいいんですけども、まあ俺はちょっと濃いめがいいな。やっぱりこれはね味調整してね。自炊の最大のメリットって味が調整できることなんですよ。チェーン店行くとさしょっぱいでしょ。そうだから で俺はチェーン店と同じ味付けじゃん、わざと。なんでかって言ったら普段チェーン店とかで食べる人の方が全然圧倒的にこの日本って多いんですよ。外食する人ってすごく多い。だから外食と同じ塩味のトーンにしてるんですけども、自炊の良さって味を調整できることだから、これができないと自炊のメリットがね全然ね受けられてないんです。ここでもう野菜をマシマシ乗せます。まだまだ盛ります、まだ盛ります、まだ盛ります。でここに溜まったタレがありますよね。やっぱねちょっとねあの水分多かったんで少し煮詰めます。煮詰めてる間にニンニクをこう好きなだけで、俺ニンニク大好きだから 5g ぐらいでも全然いいんですけど、もうね全然この野菜の量だからいっちゃう。あーでもさすがになんかこれは匂い出るかもね。でこいつをかけてあげる。これぐらいの煮詰め方でいったらいいね。おーどうですか、ここに全部かけちゃう。はい、こちらで二郎牛飯完成でございます。それではできたらいきます。野菜マシマシでいただきます。うまっ、これなら誰も文句言わん。やばいなこれ、甘辛い牛丼のあの味わいとしょっぱい炒めだね、これがベストマッチ。これ店できるね、めっちゃ野菜取れんじゃんこれ。野菜がねこれだけあっても足んないぐらい野菜がうまい。この炒め乗っけたら何でもよくなるよ。完璧や。じゃあこれはエビス食べるか。はい、乾杯。はい、いただきます。はい、醤油きつ、めちゃくちゃうまいっす。塩分がちょうどいいですね。これ好きな人はもっとニンニクマシマシにして、もっとマシマシにしてもいいし、うん、背脂がないんですけど、ラードの感じがもう物足りなさをなくしてるというか、すごい食べ応えがあります。そう、これのいいところは塩分も摂取 してしまうんだが野菜もがっつくんだ。お好きな方はねあのちょっと卵とか落としてもらってもね、食べた方もいらっしゃるとは思いますけども、あんだけ不評だったからまた出るかどうか分かんないから、ぜひ松屋の講師の方も見ていらっしゃったら食べていただいて、どっちがうまいかジャッジしていただければと思います。はい、ということで二郎牛飯ぜひ皆さん試してください。